どうもこんにちは、霊夢です。マリサだぜ。今回は話題のフリーゲーム、ホロキュアー、やっていきます。どういうゲームなんだ？簡単に言うと、縦横スクロールするだけの、バンパイアサバイバーズだね。おい霊夢。どうしたのマリサ？お前、説明面倒だからはしょっただろ。はしょってないって。でもファンにはもちろん、ファン以外の人でも中毒になるくらい面白いゲームなんだよ。そりゃバンサバなら面白いのは、実証されてるだろうし、間違いないんだろうけど。しかしこれ、ファンが作った作品であるにもかかわらず、かなりクオリティの高いゲームなんだよ。フリーゲームなのにもかかわらず、リリースされてからたった1日で、5万ダウンロードしたという、二次創作の域を超えたゲームなんだよ。お、それはすごいな。ああ、こういうアンダーテールみたいな感じ好きだな。私もホロライブに限らず VTuber 好きだぞ。この悪の組織のボス絶対ホロライブ好きだろ。じゃあ早速やっていこうか。今使えるキャラは5人だけみたいだな。条件をクリアすればキャラが解放されていくのかな。今はまだ IM の子たちだけみたいだけど、今後のアップデートで JP、ID の子たちも登場する予定みたいだね。お、それは楽しみなんだぜ。じゃあ今回はキアラちゃんでいってみようか。お、これはすごいな。ただ見せて作っているだけかと思いきや、クオリティ高すぎだろ。これ本当にフリーゲームか？言いたいことはよくわかるけどね。正真正銘フリーゲームだよ。いやー正直バンサバ買おうか悩んでいたけど、フリーでこのクオリティのゲームできるんなら買わなくて正解だったわ。まあ買う買わないは別にして、このゲーム自体よくできてるよね。サウンドもいいし、何よりキャラたちが可愛い。お、キャラごとに応じたスキルがあるのか。これもいいな。しっかりハマっちゃってるじゃん。しかし制作者の愛が感じられるな。ちゃんとヤゴーさんまでいるしな。マリサがホロライブファンだったのは少し意外だったわ。ちょっと静かにしてもらえるか。ゲームに集中できない。あ、勝ちの人だったわ。ん？なんか左上のバーが光ってるな。勝ってる。制作者ホロライブ好きすぎだろ。そういうあんたもね。ん？私何かしたか？変だと思ってたんだよ。アムアスやってる時の名前。あ、あれはそうだぞ。ニコチの語尾使ってるぞ。野良でやってる時にたまにな。まあここでバラしたから一応もう使わないでおくけどな。否定はしないんかい。そろそろ10分か。バンサバならここで何か来るんだろうけど。敵が来るんだよね。けど、ホロライブに敵ってなんだ？想像もつかないな。普通に悪の組織の敵でも、出るんじゃないか？じゃないですか。なんで敵なん？いやこれは作者の意図的な演出だわ。盛り上げてくれるね。これは次の20分目も期待できるな。はっ、なんだ今の。おい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 、エグすぎだろ今の攻撃。レクだったらどんだけ削られるんだ。わからねえ。危険なことに変わりないし、できるだけ回避して逃げないとな。ん？コラボ？なんか合成されたわね。常時発動されてるみたいだな。これは強そう。このままラストまで行くわよ。そろそろ20分になるね。次は誰が来るかな。白神さんだったから次は ID のことか来るのかな。もしかしたらまた JP のことかな。EM 同士というね、その登場は予想できなかった。というかアメちゃん今飛んでなかった？霊夢もそう見えたか？うん、明らかに飛んでたよね。この黒い影、まさか。あんなのヤバいだろ。霊夢全力で逃げるぞ。
アできたんだぜ。めちゃくちゃ楽しかったんだぜ。みんなにもぜひやってみてほしいね。この動画が良かったら、チャンネル登録高評価、Twitter のフォローよろしくお願いするんだぜ。概要欄にこのサイトの URL を貼っておきます。ぜひ遊んでみてくださいね。それではご視聴、ありがとうございました。